ジョンストーンを相手に、果敢な戦闘を行ったことで知られる。この海戦で、ジョンストーンは、第10戦隊の集中砲火を浴びて沈没した。ジョンストーンは1942年5月6日に、ワシントン州シアトルのシアトルタコマゾー戦所で寄港し、命名元の親戚にあたるマリーエス・クリンガー夫人の手で1943年3月25日に、浸水。 1943年10月27日に、チェロキー族とクリーク族の血を引くネイティブアメリカンである、アーネスト・ E ・エバンズ少佐の指揮の下収益した。ジョンストンが収益した日、エバンズ少佐は、ジョン・ポール・ジョーンズの言葉を引用して上院に訓示を行った。こいつは、戦う船になろうとしている。私は、ウバラの道を進まんとしているが、 共に行くことを望まぬものは今すぐ降りた方が良い。This is going to be, A fighting ship, I intend to go in harm, SA, and anyone who doesn't want to go along had better, get off right now, マーシャル諸島の戦いでジョンストンは1944年2月1日に、クエゼリン干渉の沿岸を砲撃し、2月17日から22日に、かけて、エニウェトク干渉を砲撃した。 ジョンストンは上陸部隊を直接支援し、いくつかの遠平号を破壊、砲火の下で海岸沿いの防壁を確保した。ジョンストンの収益式典におけるエバンズ艦長。ソロモン諸島で紹介任務中だった3月28日、ジョンストンはカロリン諸島カピンガマランギ艦長を砲撃した。海岸沿いの艦視島一棟といくつかの歩類、統地下と、 防空壕を砲撃した。2日後、ジョンストンはブーゲンビル島エンプレス、オーガスタ湾南東の森利河川川口部へ入り、その地域に激しい砲撃を浴びせた。その後、ブーゲンビル島沖合で対戦紹介任務に加わった。5月16日、ブッカ島北方にて紹介中の駆逐艦、フランクス、ハガード、ジョンストンは紹介機から、 敵潜水艦発見の報告を受け、対戦相当を行う。これは、武賀島輸送のため行動中の日本海軍の潜水艦移第百176潜水艦であった。各艦は共同して爆雷攻撃を実施、翌朝になり、浮遊物を発見した。これが、七7 6潜水艦の最後であったと認定されている。ソロモン諸島でのヶ月の任務の後、 ジョンストンはグアムの戦いに参加する準備のためマーシャル諸島へ向かった。7月21日、グアム島砲撃のため戦艦ペンシルバニアと会合。ジョンストンは7月29日までに4000発以上の砲弾を発射した。ジョンストンの正確な砲撃は敵の重砲陣地を沈黙させ多くの遠平号や建物を破壊した。ジョンストンは続いてペリュの戦いで 航空支援を行う護衛空母を護衛した。アドミラルティ諸島全イアドラー湾で補給の後、ジョンストーンは、レーテ島の戦いでレーテ島とレーテ湾上空の制空権を確保する護衛空母軍を護衛するために10月12日に出撃した。10月20日からは、上陸部隊への砲撃支援を行ったほか、物資輸送を行う敵の車列を撃破した。ジョンストーンは、 クリフトン・スプレーグ少将の機関ファンショー、米以下護衛空母6隻、駆逐艦2隻、護衛駆逐艦4隻と共に第77.4、3任務軍を構成した。タフィさんは、トーマス・スプレーグ少将の第77.4任務集団に属する3つの護衛空母部隊の一つであった。1944年10月25日の夜明け後、 上空警戒機の一機が、栗田武雄中将を率いる日本の中央艦隊が接近中であるという警報を発した。タフィさんにまっすぐ向かっていたのは、第二艦隊司令長官、栗田武雄海軍中将が指揮する第一遊撃部隊であった。この日の第一遊撃部隊は、戦艦4隻、十十二洋艦6隻、二個水雷戦隊という合計23隻の艦隊編成であった。 スプレーグ少将は、どの艦にせよ、5分間の対抗警報を食らって、生き延びる艦はいそうになかったと回想する。ジョンストンの砲術士官であった、ロバート C 平原隊員は後に、我々は投石機を持たない少年、ダビデのような気分だったと述べている。ジョンストンを含め7隻の駆逐艦は、米軍護衛空母6隻と日本艦隊の間を、ジグザグ航行しつつ、 護衛空母を隠すため2500ヤード以上前方に炎幕を展開した。我々が炎幕を張り始めても、日本側は我々に砲弾を放ち始め、ジョンストーンは水中の間をジグザグ航行しなければならなかった。我々は最初に炎幕を張り、最初に発砲し、最初に魚雷を放った駆逐艦だった。砲弾が降り注ぐ中で炎幕を張る、タフィさんの駆逐艦。 栗田長官含め第一遊撃部隊は目標が低速のアメリカ軍護衛空母軍だったにもかかわらず敵を高速を発揮する正規空母機動部隊と誤認した。まず戦艦で射撃を実施、高速の巡洋艦を突出させて敵空母に有効な打撃を与え、第二水雷戦隊と第10戦隊の投入は見合わせることにした。米空母軍はスコールに逃げ込み、 警戒の駆逐艦は円幕を展開して退却を援護した。米空母軍が見えなくなったので、栗田艦隊の戦艦軍は、アメリカ側駆逐艦に目標を定めた。最初の20分間、敵の大型艦が持つ大口警報は、ジョンストンの5インチ砲の射程外から攻撃していたため、反撃できなかった。ジョンストンに向け手砲弾を放ったのは、ヤマトとナガトと思われる。 命令を待つことなく、エバンズ中佐は、陣形から離れると攻撃をかけるべく、栗田艦隊に向けまっすぐ突き進むように命じた。東側にはさらに3隻の巡洋艦と、数隻の駆逐艦が現れた。距離が10マイル内に縮まるとすぐに、ジョンストンは一番近くにいた、重巡洋艦クマノを砲撃した。また重巡洋艦ハグロもジョンストンかと思われる艦から、砲撃された。 羽黒ろ川は、敵巡洋艦、敵駆逐艦と交戦し、駆逐艦に対して0715に、距離12100メートルで賛成車を放ち、命中弾を観測したが円幕で見失った。第七戦隊司令官、白石一万高少々座城の熊野は円幕を、出入りする巡洋艦と駆逐艦を砲撃しようとしたが、効果的な射撃はできなかった。魚雷の射程内に入り込む五分間、 ジョンストンは200発以上の弾を敵に発射し、それから水雷士官ジャックケーベックデル隊員の指揮の下で魚雷攻撃を完工する。ジョンストンは10本の魚雷をすべて発射すると反転し濃い煙幕の向こうへ退避した。ヤマトは手法と副砲を併用して0725敵大巡一石撃沈を記録するが、これは煙幕に入ったジョンストンを 巡洋艦撃沈と誤認したと思われる。午前7時24分、ジョンストンの発射した魚雷1本が熊野の艦首部分に命中した。艦首を失った熊野は最大速力14ノットとなり落語した。第7戦隊司令官は機関を熊野から従順鈴屋に変更した。健在の従順4隻はアメリカ軍駆逐艦や空襲に対処しつつ、 引き続き米空母軍を追撃した。第5戦隊は大型巡洋艦と交戦しつつ米空母軍を追撃した。この頃、ジョンストンには、大和主砲4 6トル砲弾と、大和副砲の1 5 5トル砲弾、あるいは、ハグロの2 0トル砲弾が降り注いでいた。六インチ砲弾が、後部煙突に一発、環境に二発が命中し、続いて、 戦艦混合からの14インチ砲弾3発も被弾した。ジョンストンの専任将校はまるで子犬がトラックに引きぶされるようであったと回想している。日本側の砲弾は鉄砲弾だったので駆逐艦の薄い装甲に命中しても突き抜けてしまい爆発しなかったがジョンストンも損傷なしというわけにはいかなかった。14インチ砲弾は下舷の機関歯車とタービン 後部ボイラーにそれぞれ命中し左舷推進軸が停止した。この損傷により速力は17ノットに低下した。さらに総打機と5インチ砲3機への動力が失われ、ジャイロコンパスは役に立たなくなった。低く垂れ込めたスコールが現れたため、ジョンストンは逃げ込んで数分間応急修理と復旧作業を行った。環境内は死傷者が横たわり地の海となっていた。 エヴァンズ中佐は破片によって上半身が傷だらけになり、さらに左手の指2本を失ったが、傷口を自らハンカチで覆うと駆けつけた旧ご飯に対し自身に構わずたの負傷者を見るように明示式を継続した。7時50分、スプレーグ少将は駆逐艦に対して魚雷攻撃を命じた。ジョンストンは機関に損傷を受けていたが、 他の駆逐艦を砲撃で援護し続けた。円幕から現れた時、危うくヒーアマンと衝突しそうになった。8時20分、円幕から抜け出たジョンストンは、左辺方向わずか7000ヤードの距離に金ンを発見し、それに向かって45発の5インチ砲弾を浴びせかけ、上部構造物に複数の命中を記録した。金ンからの手法による反撃はすべて外れた。 続いてジョンストンは敵巡洋艦に砲撃されている護衛空母ガンビア米を確認し、砲撃をガンビア米から遠ざけるべく巡洋艦に攻撃をかけ、重巡洋艦に対して4発の命中を記録した。米空母軍に接近した第5戦隊の周辺には着色された巨大な水柱が立ち、この頃に被弾した鳥海は落語した。さらにジョンストンは日本の水雷戦隊が 護衛空母軍へ急速に接近しつつあるのを指認し、阻止を試みる。この水雷戦隊は、第10戦隊司令官、木村進少将が指揮する、軽巡洋艦矢萩と、第17駆逐隊司令、谷井智大佐指揮下の影楼型駆逐艦4隻であった。0848、木村司令官は、空母2隻我が寄りの方位210度20、000。 米我が空母2隻に突撃すると報告し、各艦に魚雷戦の準備を命じた。第10戦隊が魚雷を発射する前、ジョンストーンは、戦闘の軽巡洋艦ヤハギと交戦し12発の命中弾を観測して、進度を妨害すると、後続するカゲロウ型駆逐艦裏風と戦って命中弾を観測した。 矢作はジョンストンに対してまず8センチメートル広角砲を発射し、続いてジョンストンの行動を魚雷発射とみて右舷側に回避行動をとった。第10戦隊の右側への回避行動は第2水雷戦隊の進撃を妨げる結果となり、2水戦は空母軍への射程につくことができなくなった。前述のようにジョンストンはすでに魚雷を撃ち尽くしていたが、第十戦隊は ジョンストンが魚雷を発射したと誤認したのである。機関が回避行動を取ったのを見て、後続の第17駆逐隊も矢作同様に右側へ回避行動を取った。体制を立て直した矢作は0905に魚雷7本を発射、続いて敵駆逐艦に砲撃を加え0900に爆発し0915に沈没したと記録している。この駆逐艦は、 サミュエル B ・ロバーツであった。交戦中、矢作の原始官室に、ジョンストンの手法一発が命中した。第17駆逐隊は0915から0923までに、距離1万メートルで、魚雷、約20本を発射したが、命中しないか、艦砲射撃や艦載機の銃撃で爆破された。第10戦隊は、エンタープライズ型空母撃沈1、沈没確実1、 クチク感撃鎮散を報告した。ジョンストンは、被弾によって2番砲が破壊され、3番砲直下にも、命中弾を受けた。動力が失われているため上げ弾機は使えず、一発あたり54ポンド、ある砲弾を上院が弾薬庫から人力で担ぎ上げた。環境は4 0ト、mm、ル機関砲用、即応弾庫への被弾によってもたらされた火災と、爆発によって、 山上を晒していた。ジョンストンの完備に移り式を継続していたエバンズ中佐は、手動で舵を動かす乗員たちへ開け放った、ハッチ越しに命令を叫んでいた。主砲塔の一つでは、一人の砲手が、もっと砲弾を、もっと砲弾を、と叫んでいた。未だジョンストンは、生き残っている五隻の護衛空母に、日本の巡洋艦と駆逐艦が到達するのを防ぐため、 戦っていた。奮闘するジョンストンにも9時30分までには最後の時が訪れようとしていた。ヒーアマンは護衛空母を守りながら南へ撤退し、護衛空母ガンビアベート駆逐艦法 L の2隻はすでに海面上になく、サミュエル B ・ロバーツは矢作にとどめを刺されて沈没した。米空母軍に魚雷を発射した後の第10戦隊は再びジョンストンに狙いを定めた。 矢作は15センチメートル手法を打ち込んだ。0930の時点でジョンストンは沈没しかかっており、乗組員の一部は脱出しつつあった。矢作はジョンストーンを砲撃した後、企画地区間にジョンストーンを砲撃で処分するよう命じた。第17駆逐隊はジョンストーンを包囲すると、集中砲火を浴びせた。同時刻、栗田部隊から落合していた、も、 距離1 8トル先に日本側水雷船体と米軍防空巡洋艦らしき一隻との交戦を目撃1 2 4キロメートルに接近して2 0トル砲40発を発射した。鈴谷側は資金弾により目標の傾斜が増大するのを確認した。9時45分にエバンズ艦長は総員隊艦を礼し、10時10分にジョンストンは転覆した。 一隻の日本の駆逐艦が接近し、炎上するジョンストンの艦隊に止めの砲撃を加えた。ジョンストンの生存者は、その駆逐艦が爆雷や機銃で彼らを殺傷するのではないかと心配し、実際に環境にいる艦長が対空砲の方を向いて何かを指示するのが見えた。だが、生存者の予想に反し、艦長は漂流する生存者に向き直ると、 直立不動の姿勢で彼らに敬礼を送った。また、その駆逐艦が通り過ぎる際に一人の上院が何かを投げていった。誰かが手榴弾だと叫んだが、生存者の一人であったクリント・カーターが漂うその物体に近寄ってみたところ、アーカンソー州で製造されたトマトの缶詰であり、三年前の日米海戦直前に日本へ輸出されたものであった。日本側の証言にも、 駆逐艦摂風の寺内正道艦長がとっさにジョンストンに対し発砲した非重主に向けひどいことをするなと怒鳴り攻撃中止を命じたことが伝えられている。摂布環境にいた柴田氏は環境にいた我々は敵勇者の最後を弔って挙手の礼を捧げたと回想している。摂布はジョンストンの兵が救命ボートを下しているすぐそばをすれ違い、 田口厚生はお互いの顔まで見えたと語った。そして多くのジョンストンの生存者が生涯忘れられない光景を目にした。日本の駆逐艦の環境で一人の士官が直前まで急敵だったジョンストンが波間に沈んで行くのをじっと見ていた。その誇り高き船が姿を消したとき、この日本の士官は手を帽子のひさしに当てて直立の姿勢を取った。 敬礼したのだ。アンド・メニー・オブ・ジョン・ストン、エス・サバイバーズ・ゼン・ウネスト。サムシング・ゼウッド・ネバー・ホーゲット。ゼア・オン・ザ・ブリッジ。ウイング・オブ・ザ・ジャパニーズ・デストロイヤー。アン・オフィサー・ストゥード・ウォッチング・アズ・ジョン・ストン。ヒズ・モタル・エネミー・オブ・ジャスト・モーメンツ・ビフォー。スリップ・ド・ビニス・ザ・ウェーブス。アズ・ザ・ノーブル・シップ・ウェント・ダウン。ディス・ジャパニーズ・オフィサー・リフテッド。A。ハンドツザ・バイザー・オブ・ヒズ・キャップ＆ストゥード。 モーションレス・4、A ・モーメント、サルートン、トマス・ジェイ・カトラー、ザ・バトル・オブ・レーテ・ガルフ23から26オクトーバー1944第17駆逐隊を含め、日本艦隊は去っていったものの、2隻の救命ボートと2隻のイカダに分譲したジョンストンの生存者は、長時間の過酷な漂流を強いられることになった。友軍のアベンジャー来撃機が彼らを発見したものの、 通報した位置が間違っていたため救助隊が全く異なる場所を捜索していたからであった。漂流中、ジョンストンの生存者は、サメの襲撃や衰弱、太陽により低い夜間の海水温による低体温症といった脅威に耐えねばならず、途中で力尽きる者もいた。自軍の生存者を探す日本の駆逐艦が接近してきたことが一度あったが、日本軍の捕虜収容所における、 厳しい扱いの噂を聞いていたため息を潜めてやり過ごした。生き残った者は、ジョンストンの沈没から3日後の早朝に、不評揚陸艇に発見され、救助の上で病院船に収容された。ジョンストンの全乗員327名のうち生還した者は141名だった。186名が戦死した。そのうち約50名は戦闘によって、 命を落とし、45名が負傷により漂流中に死亡、艦長エヴァンズ中佐を含む残り92名は退官したものの行方不明となった。ジョンストンは生涯で合計6個の従軍聖賞を受賞し、ジョンストンを含む第77.4。3人無軍はサマール島沖における勇敢な戦いから主君部大将を受賞した。 また戦死したエヴァンズ中佐は名誉勲章を授けられた。チェスター・ニミッツ提督は著書、ニミッツの太平洋海戦士でジョンストンを含めた米軍駆逐艦を以下のように表している。およそ古今の海戦士上、スプレー具隊のちっぽけな護衛隊の各艦のように、強大な相手に立ち向かって一歩も退かず、勇敢に英雄的に、その任務を完全に果たした。 海軍官邸は断じてないであろう。チェスター・ニミッツ、CW ・ニミッツ、EB ・ポッター、サネマツ・ユズル、富永健吾、ニミッツの太平洋海戦士342ページ後に、ギアリング級駆逐艦の一隻がジョンストンと名付けられ、アメリカ海軍を退役後は、台湾海軍の西洋として2003年まで使用されたほか、D-095A 駆逐艦エバンズは、 艦長のエバンズ中佐にちなみ命名された。2019年10月30日、ポール・アレン氏が設立したバルカン社が調査船ペトレルでフレッチャー級駆逐艦の残骸を発見した旨、発表した。記録された沈没位置、外観上の特徴からジョンストンのものであると推定している。残骸はフィリピン海の水深メートルの海底にあり、 当時、史上最も深い位置で発見された船ということになる。2021年3月31日、アメリカの海洋調査企業、カラダムオーシャニック社の深海探査艇リミティング、ファクターが、フレッチャー旧駆逐艦の艦首から環境までの115メートルに及ぶ残骸を新たに発見した。艦首には、春ナンバーの557が残っていたため、正式に、 ジョンストンのものと確認された。残骸は、水深21,180フィートで発見され、ペトレルが発見した残骸よりもより深い、史上最も深い位置で発見された船となった。カラダンオーシャニック社が公表したビデオには、ジョンストンの監視、環境、銃座、魚雷発射艦が確認できる。ありがとうございます。